続いてやってきたのは JR 浦和駅の目の前にある浦和パルカ5階にある4月にオープンしたばかりの佐渡回転寿司弁慶です。その名の通り新潟佐渡島に本店を構えて県内を中心に13店舗を展開する人気の回転寿司チェーン。 首都圏初進出です多くのお客さんたちを惹きつけているのが毎日新潟から直送されてくる佐渡沖で採れた新鮮な地元の海の幸です今が旬真っ只中佐渡産の味は円その日おすすめの佐渡産のネタを中心に。 細かく刻み納豆たくあんとあえてこぼれるほど軍艦に盛り付けた爆弾275円は売り切れ必至の人気メニュー回転寿司ですがカウンター席もあって職人が目の前で握るという本格派なのにお手頃な価格も人気の理由です。佐渡さんのネタはまだまだあって。 日本海でもまれて適度に身が引き締まったサ,ドサーモンは330円。見た目が赤唐辛子に似ていることからその名がついたという新潟名物南蛮エビは550円。上品な甘みとうまみが魅力の白身を。 濃厚な肝と一緒にいただくカワハギ肝のせは330円。